Казахстан. You? You? Казахстан? Граница. Да, да, да. Черняевка – это граница. Между Узбекистаном и Казахстаном. うん、今からですね、ちょっと国境を越えて隣のカザフスタンに行こうかなと思ってます。ウズベキスタンからカザフスタン、チェルニャイカ、チェルニャイカ、ファー、チェルニャイカに乗って国境まで行ってそこから向こうに遊ぶのかって言ってる。セーフ、セーフ。Там тоже очень спокойно, как и у нас. Очень спокойно и мирно. Ваташтачи а тотемо удаякане хейва десу. Ааа, не, со десу йо. Казахстан, Казахстан, Узбекистан. Сэм, не? Чутто Казахстан но коккё гоэ доу нарун де шоу ка?Я в Японии. Hello. 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 Hello.カザフスタンとウズベキスタンはいくつかの言葉は非常に似ている。似てるね、似てる。すごい時代ですよ、今もうこれでコミュニケーションですから。ああ、カザフスタンはどんな国ですか？Какая страна Казахстан? Нормально? Нормально, тихая, спокойная, доброжелательная страна.静かで穏やかなフレンドリーな国だそうです。タクシープリース。あ、タクシーカミン。よし、行っていきましょう。ラフマゴーゴー。タクシー運転手に値段をちゃんと伝えてください。ということで、今から国境の、チェルニアフカという町までタクシーで行って、そこから国境を越えてカザフスタンにちょっと入国してみたいと思います。いいし、フレンドリーで落ち着いた国ということなんで、どんな国なんでしょうか、楽しみです。ケチャ旅、国境っぽいな。ここの、このいわゆる柵の向こうはカザフスタンってことじゃない？なあ。ということで、もうあそこですよ。この赤のゲートからこっち側がウズベキスタン。それでちょっと向こう行って、奥見えますかね。あのゲートから向こうがカザフスタンですね。ということで、もうとってもシリアスなポイントなので、これ以上撮影できないと思います。じゃあカザフスタンでお会いしましょう。行ってきます。